一つ聞きたいですよ。今の IWGP のヘビーもそうだし、タイトルマッチってこんなに反則していいの？これヘビーでは机使ってみたり、やりたい放題、外人がよくこれで会社が OK してるよ、こんなタイトルマッチでっつって。なんだあいつら。なんか俺らにとってはものすごい大事な一戦だったよ。何年ぶりだろうが、そんな関係ないよ。何年待ってこのチャンスを掴んだと思ってんだ。あいつらに勝とうが、チャンピオンに勝とうが、誰に勝とうが、チャンスなんか一つも回ってこないんだよ。それをやっと神戸で結果を出して、この両国で第一試合は関係ない、やっと試合掴んだんだよ、このタイトルマッチを。それなのにあれだぜ。よく会社あれだよ、さすがあなたでチャンピオンですねって言えたもんだよ。まあでも太一が言ってたよな、最後にレフリーがベルトかけたらチャンピオンなんですよ。まあそういうことなんでしょう、しょうがないでしょ、これは会社が認めたんだから。ただ俺が知ってる IWGP というのはこんなんじゃなかったよ。ヘビーなんかそうだよ、猪木さんから始まってホーガンとやって、今じゃ机しか使わねえよ。よくこれがタイトルマッチだって見てていつも思うよ。でも俺 IWGP のヘビーに関係ないから見てるだけだけど、必ず狂気、反則、タイトルマッチできねえんだったらあいつらにベルトなんか持たせる意味ねえじゃねえかよ。違うのか、よっぽどショーとかヨーの方がベルト似合ってるかもしれない。俺も IWGP のジュニアのベルト持ってたし、タッグも持ってました。だけどこんなに軽くした覚えは一つもない、一つもない。軽いと思いません？なんか反則したよな、1や2つ、2つ数えりゃ反則。何がすごいのこれ、お客さんもそんな望んでんのかな。俺は望んでないと思いますよ。まあいつもタイトルマッチがあった後、負けたやつってリマッチ権があるんでしょ。じゃあ次俺たちができんじゃないの。まあそんなことだってできないんだろうけど、まあ気持ちを切り替えろと言われたらそれまでだけど、次のジュニアタッグリーグ非常に楽しみですね。誰が出るか知らないけど、あとはこの IWGP の権威をもっとちゃんと戻すべきだと僕は思います。おい、なんか来ておかあっか、こら、おい、なんかあるか、おい。当然な結果だ、おい。おい、やってることはな、どいつもこいつもこいつも一緒だ、おい。でもな、やり方が違うんだよ、やり方が。使うとこ使ってねえから、おい、使うとこ使えば簡単なんだよ。はい、今日の試合何分で終わったか分かってる人誰か聞いてない？聞いてない。それだけ注目もされない第一試合でございました。ああ、ロトル相手にこんだけ汗かいたっつうのはなんかちょっと恥ずかしいな。美しくないね、美しくないよ俺たちの今日の試合はよ。ああ、もっとノブさんが言うように使うとこ使って楽で生きるぞ、これ楽しようぜ。おい、何なんだ、おい、頑張れ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 。お、若いやつら頑張れ、いいじゃねえか。そうじゃないから、いつまでたっても向こうで吠えてるなんかいるな、おい、ロートルがよ。喋れる元気あったらもうちょっとしっかりしろよ。最後にスリーカウント聞いたやつがあそこで頑張って喋ってるぞ、おい。向こうの話聞いてやるよ、おい。